今年最初の G1 レースはここ東京競馬場から。寒さを吹き飛ばすダートホースたちの熱戦が間もなくスタートします。スタートしました。5頭綺麗なスタートです。まずは先行争い、内から押して3番竹中ゴールデン、5番サイヤーライン譲りません、4番エンゼルプレユーの先頭に入れ替わります。3馬身相手2番ポルトネメシス、1番名声オペラ最後方に控える。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは7馬身、先頭は変わらず竹中ゴールデン、後ろに4番エンゼルプレユーノ。 600m の通過タイムは35秒9。各馬第3コーナーをカーブしていきます。その後は5番サイヤーライン、2番ポルトネメシス先頭に入れ替わります。1番人気名声オペラ最後方からの競馬、先頭はポルトネメシス、後ろに3番竹中ゴールデン。長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、横に広がり直線勝負、残り400を切ってポルトネメシス、その後から竹中ゴールデン、竹中ゴールデン3番手から先頭を狙う。サイヤーライン並びそうだ。平成オペラまだか。ポルトネメシス差を広げにかかる。ポルトネメシス後続を離していく。ポルトネメシス差を広げにかかる。ポルトネメシス先頭で合理。勝ったのはポルトネメシス、鞍上はクリストフルメール騎手。